ヒゲよ、それない。動く二枚刃に白いスヌーサーをプラス、ジレットアクタスプラス新登場。カミソリの三冠オーダージレット。突然だがチップの入ったキャンデーバーが出た。とうとうチップ入りだ。長いってば、冷たいってば、グリコードキャンデーバーチップイン新登場。ドカーンとファミリーコンピューターマガジンが毎月第1と第3の金曜日、元気よく発売。早く知りたいファミコンの情報がいっぱい。ファミリーコンピューターマガジンは月2回金曜日発売。ここは都内の某レコーディングスタジオ。折しもある超スーパースターのレコーディング中である。彼こそ誰やろ。今をときめくスーパーマリオブラザーズ、その人であった。どうもお疲れ様でした。何しろ彼の人気ときたらものすごい勢いである。見よこのキャラクター商品の数々を。おっと、これはなんだ。スーパーマリオブラザーズのアイスクリームもあるんだよ。あるんだよ。このように超売れっ子のスーパーマリオにも知られざる一面があった。あー、太陽が真っ黄色だ。またファミコンで徹夜しちゃったもんな。おお、マーリオ。ん、なになに。僕のパパを探してください。マリオ、あんた、僕のパパってあんたおじさんじゃないの。ヒゲ生えてるじゃないの。でも僕のパパなんて言ってると子供みたいだしな。おじさんなの、子供なのねえ。まあいいか。なになに、なになに。え、うん、そうか、そんなにパパに会いたいのか。よし、わかった。面倒見ようじゃないか。マリオのパパを探しに行こう。よし、行くぞ。こうしてわざとらしく父親探しの旅は安易に始まってしまったのである。すいません、この子のお父さん知りません。あ、人が聞いてるのに。すいません、この子のお父さん知りませんか。あっち行きましたよ。またそんな勝手に嘘ばっかり。この子のパパ知りませんか。そんなことパニコの売ってるとこで聞きゃいいじゃないか。どうしてそんなことに気がつかなかったんだろう。おじさん、どうもありがとうございました。頑張ってね。はい、じゃあ。人のいいおじさんであった。この一言に励まされ、二人はファミコン売り場にやってきたのである。すいません、この子のパパは知りませんか。こいつです、こいつ。嘘つけ、これ。もう意外なこと言った。この子のパパは知りませんか。はあ、はあ、はあ、何、ファミコンは売り切れました。それにもめげず、彼らは新たな情報を求めて書店へと向かったのである。ひえー、こんなにたくさんある。攻略本を読破すれば何かがつかめる、そんな気がしたのだ。その時だった。すいません、この子のパパを知りませんか。デパートに行けばわかるんじゃないですか。デパート、デパート。心の優しい店員であった。彼らは追い立てられるようにデパートに向かい、そこで意外な事実をつかんだのである。すいません、この子のパパを知りませんか。いや、パパのことまではね。
これは何ですか？京都の名前初々です。京都。そんなわけはないと思いつつ、彼らは京都を目指してひたすら走った。そして月日は流れ、3ヶ月後やっと着いた。お前はダッコちゃんか。あ、この音は。歯が取れた。すいません。私怪しいもんじゃありません。この子のパパ知りませんか？詳しくは知らんが、ずいぶんボーナスをもらった人らしいな。その人にはどこに行けば会えるんですか？祇園あたりで派手に遊んでるそうだが。祇園？祇園？ん？祇園？祇園舞妓色っぽい。このつまらない三段六法に彼ら二人の心は踊った。すいません、この子のパパ知りまへん。どすえ？この人のお父さんやったら東山区の任天堂さんの会社の人どすえ？やったーやったー。マリオ行こう。あれ何やってたよマリオ。あ、すいません、どうも。マリオ、何やってお父さんに会いくんだろ。パパに会いくんだ。早く行こう。早く行こう。早く行こう。つらい。もう何をこれ何をやってんだ。あ、しょうがないな。すいません、お名前とお電話番号を教えていただけますか？いや、かなわん、そんな。かなわないの？真っ白。ついに彼らは任天堂にたどり着くことができた。なんだこれ、開けてくれ開けてくれ、どすえ開けて。あ、ここ開いてるわ。すいません、この子のパパを知りませんか？3階の開発2部の方にいらっしゃいますよ。どうも。あ、マリオ、またこれここまで来て。あ、すいません、名前と電話番号お願いします。管理して。もうすぐだぞ、開発第2部。立ち入り禁止。入ってみたいな。開発第2部、開発第2部。あ、開発第2部。マリオ、お父さんに会えるぞ。よし。お父さん、お父さん。私お父さんじゃありません。え、じゃあ本当のお父さんはどこにいるんですか？はい。え、マリオくんのお父さん、とうとう出ました。ご覧ください、この方、ミキさんです。マリオくんのお父さんです。マリオくんって、私ね、最初から疑問に思ってたんですけどね、はい、これおじさんなんですか、子供なんですか？これおじさんです。やっぱりおじさんですか？おじさんのくせにこれのお父さん探してる。鳥、マリオくんの名前の由来は？そうですね、マリオという名前、初め前はなかったんですが、私ども のアメリカの支社の方にですね、マリオという人が本当にいまして、その方が非常にマリオのゲームが上手だったので、その人の名前が自然とマリオになった。なるほど。そういうわけなんです。日数にしてそれをこう考え始めて、マリオ君が全部できるまでどのくらいかかるんですか？そうですね、やはり8ヶ月ぐらいかかります。8ヶ月。それを何人もの人がこう。そうですね、6名ぐらいのものがチーム作って、チームで担当しております。なるほどね。ということでした。マリオくんのお父さん、見つかって本当によかった。